今回のキーワードはリゾートコレクションです。元来は欧米のリゾートシーズン、11月のサンクスギビングから12月のクリスマスまでのホリデーシーズンに、南の島などにクルーズ旅行するときに着るための洋服のことです。このためリゾートコレクションはクルーズコレクションやプレスプリングコレクションなどとも呼ばれます。ファッション業界では5月に発表し、10月頃に発売するのが一般的です。このリゾートコレクションは2月や3月、9月や10月のミラノコレやパリコレクションとは異なり、各ブランドがゲストの時間を独占して好きな場所で好きなように発表できることから、一大プロモーションイベントとして浸透。2025年リゾートコレクションはシャネルがフランスのマルセイユ、ルイ・ヴィトンはスペインのバルセロナなどで発表しています。今シーズン注目のリゾートコレクションをいくつか紹介したいと思います。まずはグッチ。2024年5月13日ロンドンの近現代美術館テートモダンでコレクションを発表しています。創業者グッチオ・グッチがラグジュアリーブランドを志した街ロンドンで、デイジーとカモミールというフローラルのモチーフでイギリスへの思いを表現しました。バレンシアガは5月30日中国の上海でリゾートコレクションを発表しています。厚さ18センチという巨大プラットフォームブーツは上海東部プートンの高層ビル群にインスピレーションを得たシルエット。クリエイティブディレクターのデムナは、できる限りシルエットを垂直に伸ばした、これほど背が高くて垂直なシルエットを作ったのは初めてだと思うと話しています。マックスマーラは6月11日、イタリア・ベネチアのデュカーレ宮殿でリゾートコレクションを発表しました。ベネチア共和国の商人だったマルコポーロが着想源、町の建物に使用されているベネチアの石をキーカラーに設定しています。今回はリゾートコレクションについて解説しました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。